皆さんこんにちは、ケンです。今日はゆっくりおしゃべりを楽しみたいと思います。もっと日本を知りたい、もっと日本語に触れたいという方たちのために、今後はさまざまなトークの動画を制作する予定です。じゃあ始めよう。実は今日のお昼、冷蔵庫にご飯の残りがあったので、焼きおにぎりのお茶漬けを作りました。自分で言うのも変ですが、とても美味しかったです。簡単な和食を食べながら、マンションの窓から台湾の風景を眺めていると、何か不思議な気分になります。ああ、今自分は外国にいるんだなぁと改めて感じるからです。こんな時はふと東京の生活のことを思い出したりします。今日は私のふるさと東京についてお話ししたいと思います。私は東京の23区で生まれ、そこで育ちました。東京が私のふるさとです。東京の出身であることは自慢することでもありませんし、またできることでもありません。それでも私にとって東京は特別な場所です。そんな私の個人的な東京に対する思いをお話ししたいと思います。東京は様々な魅力を持っている巨大な街です。皆さんも東京に対していろいろなイメージを持っていると思います。例えば浅草や明治神宮などの伝統、原宿や秋葉原などのサブカルチャー、東京のグルメや、またショッピング街など、皆さんが東京のことを好きだといいのですが、中には人が多すぎて疲れるから嫌だという人もいるかもしれません。しかし私にとっての東京はそのような圧倒的な存在ではありません。逆に私が心の中に描く東京のイメージは、ごく普通の日常的な風景です。例えば学校へ向かっている大きなランドセルを背負った小学生たち、コンビニで見つけた新発売のお弁当、東京の真夏の青い空に浮かぶ白い雲、渋谷のハチ公と記念撮影をする観光客、東京でしか見られない風景とも限りませんが、これは自分の東京に対する柔らかなイメージです。先ほど台湾のマンションから外を眺めていて、東京の生活を思い出したと言いましたが、その時頭に浮かんだのは東京の家の近所にあった普通の公園です。代々木公園、井の頭公園、または昭和記念公園のような大規模な公園ではありません。東京の住宅地にある一般の小さな公園です。東京の住宅地には必ずと言っていいほどの小さくて可愛らしい公園が見られます。滑り台、ブランコ、鉄棒、そしてベンチと、ありきたりの遊具や設備ばかりです。でも私はこういった東京の小さな公園が大好きです。それは東京の日常が凝縮されていて公園に詰まっているような気がするからです。近所の保育園児たちが保母さんに連れられて遊んでいる。キャッキャッキャッと可愛い声が聞こえます。買い物帰りの、専業主婦なのでしょうか。数人で何やら井戸端会議をしています。夕方になると近所の高校生たちがカバンを放り投げてブランコで恋バナをしているようです。週末には仕事に疲れたお父さんたちがビール片手にほっとした表情を浮かべていたり、東京の公園はそういった市民たちの憩いの場所です。
これらの人たちは住宅地の公園に特別なものを求めていません。ただ日常を楽しんでいるんです。もちろん自分もそういった公園が大好きで、時間があればふらっと公園に出かけることはよくありました。東京の公園にちょくちょく現れるのは野良猫たちです。非常に平和そうに過ごしていて、あまり警戒心がありません。おそらくそれはみんなからちゃんと愛されているからではと思います。また多くの公園は桜が植えられているので、春になるとちょっとした花見ができます。私の中で最高の瞬間があります。それは缶コーヒーを手に桜を眺めながら猫を撫でるという瞬間です。何かアニメーションのシーンのようで嘘みたいですが、本当なんです。本当に大好きな瞬間で、目をつぶるとそんな光景がまだ心に浮かんできます。さて、こんな公園に1時間もいると、さすがにそろそろ帰らなくてはと思い、その場を離れます。ただ東京の面白いところは、公園を離れて15分ほどかけて移動すると、そこは私の住んでいた場所なのですが、急に風景が一変し、大都会の表情が現れます。私の場合、そこは渋谷でした。数分前まで公園で野良猫を見ていたのに、今は数千人で賑わうスクランブル交差点にいる。公園という普通の日常の風景と渋谷、非日常の光景があまりにも強くコントラストを醸し出していて、何かドキドキします。やはりこの感覚は東京でしか味わえないのかなと思います。さて、今日はこんな普通のたわいもないお話でしたが、皆さんどうでしたか？これからはもっといろいろなトピックについておしゃべりをしたいと思っています。何か皆さんが知りたいとか興味があるトピックがあったら、コメントで教えてください。お待ちしています。じゃあまたね。